アメリカと日本のコロナ後の将来比較してどう思いますか ?CS 専攻ですが、コンピュータサイエンス。コロナでアメリカはビザ厳しくて日本に戻ろうか迷ってます。人口と経済比例するとおっしゃいましたが、スウェーデンとか人口少ないんですよね。ヒロキさんの意見聞かせてください。えっと、まあ、あの、北欧は人口少ないんですけど、効率いいですよね、と。で、アメリカとにもう日本で比較をすると日本は効率悪いですよね、と。で、コンピュータサイエンスで給料もらうんだったら日本めちゃくちゃ安いですよ、今。 で、ビザが厳しいかどうかは、結局その、ビザを発行する会社の問題なので、まあ、とりあえず、大学に今行ってらっしゃる人だと思うので、一年間はあの、ビザなくても働けるやつあるじゃないですか。なんだっけある程度その、実績を積んで他の会社に入るかっていうので、ひとまずはアメリカで働くっていうのをやった方がいいと思います。やっぱ日本とアメリカだと、その、エンジニアの給料の平均が全然違うので、